にちは、しらすでーす。そして虹色侍、ビブルドル、もう一回行きましょう。虹色侍のズボさんです。イエーイ、いらっしゃいませ。さっきね、ズボさんのチャンネルでも、そう、虹色侍でも、はい、出させていただいたので、すいません、よかったら見てくださいね。そちらもね、楽しんでほしいんですけれども、ね、みんな知ってると思うんですけど、知らない人のためにちょっと自己紹介していただいても。あー、なるほど。はい、僕は虹色侍っていう2人組のコンビというか、やってる音楽やってるやつの片方でズマっていう名前でやってるんですけど、いや、僕ら2人は即興で5秒で曲を作ることが得意です。来ました。じゃあ、はい、まあこれはもう完全に即興披露していただく流れなんですけれども、よろしいでしょうか。あ、いいんですか。お願いします。本当にピアノ使われますか。どうですか。ちょっとピアノ弾けますか。いや、全然弾けないです。全然、全く弾けないです。いや、なんか弾けるなんか弾ける。いや、でもここ孫つくっすよ。超孫つくっすよ、ここ。だって初だもん、これ。もちろん、そう、無茶ぶりに無茶ぶりを重ねてるんで即興がまず無茶ぶりなのに、まあ、ちょっとぜひチャレンジしていただいて、人生チャレンジですからね。そうですね、そうですね。誰じゃあいきます。はい、はい、新宿2丁目。新宿2丁目。それでは、新宿2丁目という曲をリリースします。やった。もうそこなんで、普通に。ああ、そっか。帰り道ぐらいに行けるぐらいの距離なんで。え、ちょっと今度ちょっと言ってください。え、すげえ。1万円握りしめていったんですか。え、1万円もかかんないかも。あ、ほんますか。そんな、なんかあのボイストレーナーなんで、私一応、うん、この喋ろうか、まあ、なんでズマさんのことをちょっとね、あの全身解剖にして丸裸にしていこうというね、ちょっといやらしい企画をね、しようと思ってます。イエーイ、イエーイ。あ、何でも聞いてください。まず、なんでそんなすぐメロディーライン出てくるんですか。絶対音感。絶対音感です。はい。皆さん、絶対音感って知ってますか？音を聞いただけで、その音が何か分かっちゃう、そう、スーパー音感なんですけど、はい、じゃあ目つぶって。急に。はい、目つぶって。ドーソーシャープあ、普通に言ったっけ、ソーシャープ。え、すいません、そっちの方がいいです。ファ天才。 C のフラット。すげえ。ドドミー。すげえ出た、絶対音感。いや、あざす、本当に環境っすよね。うんうん、僕は偶然向かい、僕の実家の向かいが音楽教室やったんですよ。はいはいはい、で、本当に優しいおじいちゃんで、もう別に儲けようと今更思ってないから、ただで教えてあげるみたいな。その代わり楽器を自分で買うんやったら教えてあげるみたいな。で、まあおばあちゃんからピアノもらって、はいはいはい、で、まあそう、バイオリンも弾けるんですよ。バイオリンはまあちょっと安いやつ買ってもらって。で、何歳から？ピアノが3歳でバイオリン4歳なんですよ。出た、やっぱ必要ないやな。でも音感だけじゃなくて歌唱力も圧倒的だと思うんですけど、その歌唱力はどうやって身につけられたんですか？ボイトレした。ボイトレはマジでなんか本当に2ヶ月ぐらい前に
3回行っただけなんですよ人生で、はいはい、それまではもう27年間、28なんですけど27年間カラオケだけですね。じゃあもうボイトレしてなくて、まあ、もちろん音感は最初からあったんで多分音程とか割としっかり当てられる方だったと思うんですけど、確かにそうそうそうですね。どうやって歌って上手になったんですか。一言でまとめると向上心を持ってカラオケに行くんですよ。吉祥だるーだるーって言ったら吉祥マジどういうこと今聞いた今ドヤ顔でさ向上心を持ってカラオケに来てるやついたらマイクで殴るかビール飲ませるか俺だったらパーラスラ普通にどういうことどういうことですかそれはどういう意味だからなんか人からに人からは行ったことないですよ、ま、人からじゃないですか。そうだから友達と行くときになんか今日ちょっと歌うまなって帰ろうって思って宣言しないですけど、そういうモチベで、はいはいはい、ボーリングもそうなんですよ。なんか1年に1回行くんだったら別に上手くならなくていいじゃないですか、うん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 、わーみたいな全然できなかった、はいはいはい、面白いみたいな。でもなんか定期的にボーリング行くんだったら友達に勝ちたいとか思うじゃないですか、はいはいはい、だから定期的にカラオケ行くんだったら次はもっと同じ曲上手く歌えるようになりたいとか、はいはい、そういうなんか向上心を持っていくんですよえ、それ何。じゃあもう聞かせてやろうみたいな、俺の歌聞かせてちょっとでも友達を感動させてやろうとか、そうそうそう、上手いって思われたいとか、なんか逆に音痴だなって思われたくないとか、でもステージ慣れしてくぐらいな、そう本当にステージだって感じで、でもその白濃く白々しく、じゃあちょっと歌わせてもらうわとかじゃなくて、あーまあ歌えるか分からんけどなとか言いながらだるいなるほどね。そんだけで上手くなるんですか。なんかあとはなんか本当に好きなアーティストの曲とか、うんうんうん、なんかかっこいい歌い方とかに惚れるじゃないですか。白瀬さんの動画みたいに自分でそれをこう勝手に研究するんですよね。答えは分からないけど、そうこうやって説明されないと分かんないこともあるけど、なんかなーなーとかあるじゃないですか。はい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 。であれってどこのフレーズですか。いやなんかこう清水さんとか久保田利伸さんとか何かこうかっけかっこいいアラダビーとかなんかなーわーとかあるじゃないですか。であれを最初聞いただけだったらうんって聞こえるんですよ。うんうんうん、なんかうんってとりあえずちょっと上がって下がって上がったらいいんだなって思うけど、それだけの脳だとうんうんえとか言ってなんか違うんですよね、はいはい。もっともっと細かく考えよう。じゃあラソミレドレミって言ってるんだ。はいはいはい。で、ま、音程ね。そうでおー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 かなーみたいな。ゆっくり頭の中に再生するみたいな。おでそれをそのままおーおーおーあ。なんか近づいた近づいたみたいな。はい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 。そうだ、白瀬さんの動画見てても分かるみたいな、そこ着目するよなみたいな。うえぇ、そこと結構あるさ。妻さんが白瀬さんの歌い方を真似するたーい。面白そう面白そう、やったお、やりたいそれ。 Every day, every night Every day, every night。 うわさすが。楽しい楽しい、これ一緒やりましょう。これ All I want for Christmas is you All I want for Christmas is you すげえな。ちょ洋楽になっちゃうね、あのパッパパッパ出てくると。ああ、いいじゃないですか。一人じゃないから。めっちゃ邦楽やんそう思ったよ。だから邦楽の方がいいかなと思って一人じゃないから寄せてくれてる、嬉しい。あの日の悲しみさえ、あの日の悲しみさえちょっとズバ入ってしまった。ちょっと風の強さがちょっと、風の強さがちょっと、そうそうそう、全部こう裏にすごい。いや俺だってイエスタデーのやつめっちゃ俺家で真似してるんですよ。別に上手くないけど、なんか何度みたいな。おいしい、やってない。何度失ったって取り返してみせるよ。何度失ったって取り返してみせるよ。ハイタッチだよ、ハイタッチだよ。はい、というわけで、まあ、沼さんこのねコピー能力もやっぱ素晴らしいということで、やっぱこうね、あとで俺ねやっぱ興味あるのが、はい、上どこまで出るんですか、音域。地声ですか。地声。わー、ちなみに俺、はい、ちょっと今日わかんないですけど、でもちろんレは出ない。ズマニーどこまで行けますか。ズマニーってズマニーどこまで行けますか。俺は多分ここは出るかもわかんないですね。